皆さん、こんにちは。山田幸子です。このご時世、お家で過ごす時間が増えたという方も多いのではないでしょうか。家にいながら手軽に始められる趣味として絵を描くことが挙げられると思います。特に水彩画は淡い色彩で見る人の心を癒してくれます。私は幼い時からずっと絵を描いていて、中学生ぐらいの時から水彩画を描いてきました。今回の動画は、誰でも手軽に始められる水彩画講座ということで、絵を描くなんて学校の授業以来だよという方でも無理なく絵が始められる動画を撮っていきたいと思います。まず使う道具の紹介から。紙、鉛筆、消しゴム、筆、絵の具、水入れ、パレット、タオル、ティッシュ、この9つを揃えていただければバッチリです。まず紙、これはどんな紙でもいいということではなくて、ある程度厚みがあってしっかりした紙を選ぶ必要があります。水で溶いた絵の具を塗った時に、あまりにも紙が薄いと破れてしまいますし、普通の厚さ、一般的なコピー用紙くらいの厚さの紙では、紙の表面がデコボコしてしまって書きにくくなってしまいます。私のおすすめは100均で売っている丸マンのマークがついたスケッチブックですね。結構サイズが小さめなので、初心者の方でも気軽に始めやすい大きさなんじゃないかなと思います。あとはもっと大きく描きたいよっていう方には、こちらの大きくドローイングブックと書かれているものが、紙の波打ちも少なくておすすめです。こういった100均のスケッチブックでも、ものによっては十分水彩画向きになります。でもね、100均の紙じゃちょっと不安だよという方もいらっしゃると思います。そんな方にはこちらのビフアール水彩紙をおすすめします。このビフアールという紙もですね、このマルマンという会社が作っている紙でして、しっかりした紙なんですけれども、値段もお手頃で、初心者の方にもとってもおすすめの水彩紙になります。続いて鉛筆。なぜ鉛筆が必要になるかというとですね、色を塗る前の下書きで使用するんですね。まあ、ペンを使ってもいいんですけれども、私は鉛筆をよく使っています。これはね、ぶっちゃけどこのメーカーの鉛筆でも問題ないです。重要なのは濃さの方ですね。 HB から2B の間の濃さを推奨します。あまりにも鉛筆が濃いと、鉛筆の黒い粉が筆でこう塗った時に伸びてしまって、黒い跡が残ってしまう、画面が汚くなってしまうことがあるんですね。普段からギュッと筆圧強めで描く癖がある人は、 HB とかなるべくこう固めの鉛筆を選んでいただいて、軽い力で下書きしていくっていうのがいいかもしれないですね。100均で売っている鉛筆でももう十分役割果たしてくれると思います。そして下書きをする際、修正するために消しゴムも使うと思います。こういったハードタイプの硬い消しゴムでゴシゴシこすって消してしまうと、紙の繊維が傷んだり、後々のトラブルにつながりかねませんので、こんな風にね、柔らかい練りゴムを使うことをおすすめします。練り消しゴムは値段も安くて、紙を傷めずに消すことができるので本当に重宝します。使う前にはよく練ってから、こうあんまりギュギュこすらずに、トントン上から叩くような感じでね、消していくと紙も傷めずに線を消すことができると思います。続いて筆に行きましょう。筆も100均のもので大丈夫と言いたいところですが、先日100均の筆を使っていると、塗っている最中に筆の毛が抜けまくることが判明いたしました。これはね、地味にストレスなので、100均の筆ではなく別の筆をおすすめしたいと思います。こちらのナムラの筆、値段もそこそこ安くて使いやすいし、いいかなと思います。この中くらいの大きさの筆1本あればとりあえず描けるかなと。細かいところを塗るのが不安だという方には、こちらのまた同じくナムラの面相筆ですね、こちらを使っていただくと細かいところも楽に塗れると思います。こういった触った時に柔らかい筆、保水力の高い筆の方が水彩画には適しています。次に水彩画に肝心の絵の具の紹介です。私のお気に入りはホルベインの透明水彩絵の具なのですが、これね、60色のセットなんですよ。もう1枚パレットがあって、はい、こんな感じでね、パレット2枚使いで、これでね、60色なんですけれども、結構これ揃えるのね、お値段張っちゃいます。それにアルミ製のパレットもね、買う必要がありますし、お値段がかさんでしまうかなという、そうした問題があるので、初心者の方には気軽に始められる100均
金の水彩絵の具をおすすめしたいと思います。発色にこだわった水彩絵の具12色セット、これ多分ダイソーでしか売ってないと思うので探してみてください。100均の絵の具なのになかなか発色が良くて塗っていて楽しいです。100均の絵の具は色が乾いてくるとどうしても白っぽくなってしまったり、発色が弱くて汚い色に見えてしまったりするんですけれども、こちらの絵の具はそういったところをカバーしてくれています。さあ、そして水入れバケツのようなものですね。こうした水入れバケツ、100均や画材屋さんで購入してもいいのですが、まあ個人的には紙コップですとか、こんな風に使わなくなったコップ、こういうプラスチックの容器ですとか、そういったもので十分代用できると思います。まあどんな水入れを使うのかということよりも重要なポイントが、綺麗な水と絵の具で汚れてもいい水というように2箇所水を確保しておくことが重要になってきます。水彩絵の具は絵の具の白ではなく水を使って絵の具を薄めるという特徴がありますので、綺麗な水、汚れていない水っていうのを必ず一つは確保しておきましょう。もう一方は絵の具の色を変えたい時ですとか、筆を洗う用の水ですね。私はだいたいこの4つの仕切りのあるバケツを使うことがまあ多いんですけれども、使っている時に4箇所全て使っているというよりかは2箇所しか使っていないということに気づいたんですね。絵の具を薄めるための白としての役割を果たす綺麗な水と、まあ、単純に筆を洗ったりする時の汚れでも構わない水という風に2箇所は用意しておく必要があると思います。だからね、ぶっちゃけこういう4つも仕切りいらないんですよね。紙コップが2つあれば十分なんじゃないかなと思います。はい、続いてパレット。こういう絵の具を出すためのものをパレットと言いますね。こちらはホルベインの透明水彩絵の具でして、もうあらかじめパレットに絵の具を全部出して使うっていうような、まあそういうものなんですけれども、100均の水彩絵の具の場合は、絵の具を使うたびごとにパレットに出して溶いて使うというやり方がいいんじゃないかなと思います。なのでね、まあしっかりしたパレットがなくても全然大丈夫です。こういったちょっと厚めの紙、まあ濡れてもちょっとやそっとでふにゃふにゃにならないような厚紙ですね。段ボールでもいいと思います。普通のコピー用紙を2つ折りにしたくらいのものでも、まあ、一応使えるんじゃないでしょうか。こういうね、紙のパレットを使うと書き終わった後にパッと捨てることができてとても便利なんですよ。もしちゃんとしたパレットを使いたいよという方がいらっしゃいましたら、100均のプラスチック製のパレットで十分です。次にね、タオルやティッシュ、あ、これは多分お家にあると思います。こういった使い古しのタオルですとかティッシュペーパーは筆の水分調節のためにすごく役に立ちますので、絵の具を使う際にはそばに置いておくと安心です。はい、ということで以上9つの水彩道具の紹介でした。次回の動画からは実際にイラストを描いて描き方のポイントをご紹介していこうと思います。動画いいなと思ったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。